皆さんどうもバベです。はい、グランドオープン記念10連福袋が来たということで、これを4回引いていこうと思います。もうベスト9タイトルホルダーの第3弾をめっちゃ我慢して、はい、今4回引ける、まあ5回なんですけど4回引けるので、4回引いたら S ランク選手が3人は確定ということで、引いていきたいと40連引いていきたいと思います。早速引きます。誰かな、中日来てくれたらいいな。4回目はね中日確定なんですけども、さあ S ランク来い。サンズ選手、おお、サンズ選手かぶりましたね。かぶっちゃいました。はい、2回目いきたいと思います。2回目は S ランク出ないかな。出たらうん、いいよね。あー、ダメかも。はい、5、6、7、8、9。はい、鈴木誠也選手、まあまあまあ、はい、次3回目ですね。 S ランク1人確定、中日来い。で、中日の選手は、福谷さん、谷本さん、京田さん、福田さんなんですけども、自分は福谷選手が欲しいですね。はい、を狙ってます。先に言っておくと、おお、ビシエド、あーでも持ってるな。今永選手、はあ、はあはあ、ラスト、福谷選手ここで来た。マジ、この話したら来るってすごくない？うわー、次福谷さん来ないで。次4回目なんで、福谷さん、谷本さん、京田さん、福田さんの誰が出ちゃうんで、福谷さんちょっと被らないでほしいな。お願い、京田来てほしいな。それだったら京田さん持ってないんですよね。あの2017年の S ランクは持ってるんですけど、まだ背番号51の時のやつがね。いや、お願い、2、3、4、5、6、かぶりそう。7、8、9、ラストお願い。うわー、かぶった。かぶっちゃったか。まあまあまあ、狙ってた福谷さんっていうことは良かったですね。はい、ということでランク戦やっていきたいと思います。ですね、あの後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。ちょっとやばいよ。さて、バッターの荻野、どういうバッターなんでしょうか。まあ、パワーとテクニックを打ちました。ファーストうまくさばいて一塁そのまま。あの、ちょっと話そうと思ったんですけど、久しぶりすぎてちょっと緊張してちょっと話してる余裕ないですね。やばい。で、いつぶり？マジで勝ちたい。インコース落としました。やばい、打ちました。ファールグラウンドへのフライです。バッターは DH 中村。はい、下打ちダメ、下打ちダメ、癖になる。打ちました。お、今のめっちゃ上がった。ランナー出ました、ドラゴンズです。ツーアウトランナー一塁、バッターは4番吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド
いける、ちょっとミスった普通に。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。打ちました。ダメだ、ちょっと待って、反応がダメだ、めっちゃむずい。あ、待って、めっちゃちっちゃい4位の選手レフト、そんなちょっとミスとるな。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。うわ、久しぶりの感じ。初球空振りです。全部ゴロでいきましょう。引っ張った、これはファーストライナー。バッターボックスには指名打者の浅村、山岡。ちょっと待って、甘かったね今。打った、伸びていく。ですよね、飛び込んだ。ですよね。初球は何から入ってくるか。ファウルボール。マジでやってるわ。何で来るか。引っ張った、高橋。アウト、ツーアウト。打席には5番バッター吉田。とりあえずツーアウトランナーありません。点取らなきゃいけないから。最初は変化球できました。これが2球目。インコース決めてきた。さあ3球目は何か。うわ、今の球いい、めちゃくちゃいい。キレがあります。ワンボールツーストライク。え、うそ。大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。バッターは5番丸。ドラゴンズ、この回1点を失う。もう全部立ちすればいいんじゃないですか。さあ、先制点を打ちました。1点やろ、こんなに。外、これは際どいが外れている。アウト、スリーアウトです。甘かったな、あれガチで。ついに最終回を迎えました。追いかけるドラゴンズの攻撃。誰ですか。5番村上。いやー、しょっくジャイアンツピッチャーが変わります。マウンド香川選手、全然やったことない。さあ、まず1球目。最初は変化球できました。今のなんだろう。2球目打ちました。あかん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 。アウト、めっちゃ燃えちゃった。バッターボックスは6番今宮。奇跡の今宮、頼む。前回のホームラン頼む。いや、全部レザーどころなんだけど、もうちょいしとった方がいいか。7番に入っている高橋。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。ストライクですね。今の打っとけたな、あのコース。ファウルになります。打った、ファーストの横抜けました。ランナー出ました、ドラゴンズです。2アウトランナー1塁。バッターボックスは8番山田。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球から打っていった。いや、行けたよ。いい当たり。ちょっと潰す潰す潰す。下がってますね。一塁ランナーの生還阻止を優先した体勢ですね。そのようですね。もったいな、ちょっと待って、見送るかどうかの判断が重要ですね。ストレートくれ、なるほど。さあ、バッター何を待っ、変化球打っていった、レフト。よっしゃ。はい、じゃあ甘すぎだろ、疲れてる。もういいや、ここで投入します。山岡選手怖くなっちゃったから。変えます。最強のちょっとこの人フィーワイって。カーブ打たれるからね。バッター高橋、アウト、ワンアウト。バッターは7番に入っている高橋。ワンアウトランナーありません。打ちました、取った。よし、ナイス、周平いいよ。8番バッター畠山、
代打来た。バッターボックスには代打の池山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。これ点いい。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。インサイド落ちました。入れていきます。ファウル。打球は切れてスタート。セーフ。ファウルボール。次が3球目。ちょっと待って、甘いって。危ないや、危ない。入れました。ファウルボールです。甘い、甘い。インコース止まりました。打ったナイス。これで3アウト。試合終了。もう一発いかれた時絶対負けたと思った。めっちゃ集中してしまって全然話せなかったけど、久しぶりのランク戦勝ちました。ということで今回の動画終わりたいと思います。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォロー、ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。